はい、ということで今回は本来2人でやるこの OS15 餅つきってやつなんだけど、2つの Wii リモコンを使えば1人でもできちゃうというねことでやっていきたいと思います。まあとりあえず2回連続同じ Wii リモコンの A を押したら割れちゃうんで、交互に A ボタンを押していくというやつでございます。まあ見てくれたら分かると思うわ。どうやってやんだっけ。いやーめちゃくちゃ緊張する。何年ぶりだ。ん？もういいのかねって。オッケー。まあ、こんな感じでめちゃくちゃ地味かもしれないけど、交互に A ボタンを押せば大丈夫というルール。さあ、どんどんハードルが上がっていく。いきます。いや、ここら辺から緊張してくんだよな。うわぁ。ちょっと。今ちょっとリズムが狂って2回同じリモコンの A ボタンを押してしまったら割れてしまうので。オッケーっていう感じで、まあいい頃合いまでカットしましょうかね。180回目。いや、そろそろ手首が痛くなってくれ。あ、やべえ。いや、痛え、手首。やべえし、疲労が出てくんだよな、ここら辺から。185、10刻みから5刻みになってきた。いやー、マジで。いきます。やべえ。まだか、まだあんのか。いや、ここら辺が限界なのか。マジでクリアしたい、ラストチャレンジ。3、2、1。間に合う。あっしゃしゃ190。きちい。よし。やばい、どっちか押せた。こっちか。いや、これは致命傷だ。どっちだっけ、どっちだっけ。いや、忘れてきた。くそくそ。本来の遊び方と違いますからね。間に合う。押しづら。どっちだっけ。あーいやー、くそ、自己ベスト更新したか。いやー、くそー。いやー、近くに当時新記録を出したあいつがいてくれればいいんだけどな。へぇーうわーただしただ立ち上がりよ稲妻チャレンジャー、お前はいつも待たせたな。スウィンドお前遅いんだよ上だということで、このクソ長い茶番に上田さんに付き合っていただきまして、一人実況と見せかけた二人実況。はい、今回、世界記録保持者と言っても過言ではないんじゃないですか。もちろんです。はい、ギネスさんもらいました。今190で私見せてました。当時上田さんは190なんてちょちょいのちょい。
200以上は必ず出していた男と言っても過言ではない。さあちょっと写真撮っていい？それその実況に載せたいわ。そのこの持ち前の上田さんの体勢を使って挑戦するのは15文字付き。この体勢な。よし。早すぎる。早すぎる。確かに考えたときます。早すぎる。俺と比べ物に内緒だからね、絶対。なんこんな感じ。世界記録保持者。早すぎる。さっきの俺とは全く比べ物にならない。さっきエールなんだっけ。190だったやつ。あー惜しい。まだまだね、ブランクがあるから。10年ぶりですからね、ほとんど。まあ自分のペースで。幼少期はチンジンがでかくなっちゃって。チンジンが邪魔になって。チンジンが邪魔になって。クッション置いてたで。クッションクッションあるかどっかに。いやでもいけそうだぞ。ちょっとやばい。いやもう完全体、完全体に入りましたから。ちょっと一回撮っていい写真。これが、こちらが完全体と、こちらが完全体。完全体。惜しい。でもめちゃくちゃ早かった。あーだから当時はもうこれを死ぬ気でやってたからね。いやちょっと惜しかったね。まあ我々こっからも餅つきの修行をしていきたいと思います。思います。お疲れ様でした。